センターから入ってきたか。よし、であと正面。お、忍者忍者忍者。シャドウブレイドシャットダウン。いや、生き残ってる生き残ってる。うわ、すごい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 。このあ、間違えて呼んじゃった。生き残ってる。おお、倒せてないな、あれ。弾切れた。で、最後、大マシンで。オッケー。あ、かわいい。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードーです。今日はね、スピットファイヤー使いましょう、スピットファイヤー。実はね、動画で使ったことがなかったような気がします。で、今日はね、通常速度ね、通常速度でいきたいと思います。2019年発売の COD の新作、モダン4って噂されてる新作なんですけど、まさかのね、発表が、6月ぐらいになるらしくて、COD 史上一番発表が遅いですね。で、前回っていうか、結構前に挙げたモダン4になるでしょうっていうね、新作のリーク情報に関しての動画なんですけど、その動画では僕はね、5月の、なんか初め頃に発表されるでしょうみたいなこと言っちゃったんですけど、まさかの6月でした。すいません。全然予想がね、外れて、すんごい遅くなってしまったんですけど、どうなんでしょうね、これ。大丈夫かな？すんごい遅いですね。僕友達と話して、でも実は IW2 作ってて、だけど周りがこうモダン4、モダン4言ってるから、ちょっと作り直してる説をね、一つ僕は提唱したいと思います。で、今日使っていくカスタムはまあこんな感じですね。まあ、スピットファイヤーつけるなら、まあ、角マガとファストマグを外せないでしょうってことでね、まあ、標準的なカスタムで、オペレーターモッドはつけずに行こうかと思います。動画始まる前に皆さんぜひチャンネル登録ね。あとツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。うん。さあやっていくよー。フリクエンシー。やっぱりみんなここに投票するよな。まあでも、この武器が非常に活躍するようなマップじゃないかと思うので一人ぐらい戦隊いそう。ほらほらほら。ちょっと僕のリコール制御の問題だな、これは。はい、ショルダリングからのスライディング打ち。ははは、これが BO 法だ。すまないな。さあ、裏取りしていくよ。一枚。あれ、ちょっと。はい、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 はい。いや、UAB オンライン。で、リスポーン変わってる。枠としてはドンビー側。はい、来てるね。登ってくるよ、そこ。3、2、1、はい。3、2、1、はい。3、2、1、はい。なんでなんで、あれあれ、おかしいな。あの距離なら負けるはずないんだけど。ちょっと当てて。はい、はい、はい。腰打ち、腰打ち。いやー、厳しすぎる。多いな、多いな、敵が。いいぞ。このマップ、活躍できるこの銃は。やっぱり強いね。敵はそこを抜けていく。まあ、BO 法って感じですね。さあ、ショルダリングで、ちょっとここはマドックス使おうかな。さすがにね。さすがに遠いからね。お、なんだ、敵。で、味方がやってくれたんで、で、ここを切り替えて、そこにいる。はい、カットしていく。で、これはね、リスポーン奥で入ってくから、ロングはちょっとマドックスで。あ、無理です。お、ナイス、味方、制圧だね。ポイント、奥。来るね、二人来るね。敵の9番、味方の9番、敵の9番。あれおかしいな、人数有利のはずなんだけど、ちょっとエリアが厳しそうだね。よいしょ、敵ドミビーで湧いてくるから、センターから来るかな。そのままぐるっと回ってるな。やばい。あの距離はちょっと厳しいね。味方のショットガンが火を吹いている。いいね、ダブル。まあ、こんなリコイル制御なんてね、マドックスに比べたら全然簡単な方ですわ。よし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 。さあ、よっこいしょ。おお、危ない危ない、登ろうとしちゃった。奥二人か。こう、角待ちして、ダンサーのおっさん倒して、来るたら外周かな？3、2、1。これは、そうだね。センターパターンかもしれない。あ、でも一人来たな。UAV。で、そっかセンターいるね。ここちょっとランパートですね。ええー、ちょっとクソエイムしたかも。ちょっとクソエイムしたかもしれない。まあ、キルストリーカー1個も出せておりません。で、これドミビーから来る。じゃ。全員右の方だね。これ。あ、捨てちゃった。はい、来た。はい、来た。
来たんだけど、あれ僕どこで捨てたっけあれなくなっちゃったわ、倒せないか。まあしばらくちょっとランパートタイムが続きますが、まあ、ちょっとね死ぬまでご了承くださいということでお願いします。センター出てくるね。であと残りは後ろで湧いてるな、若干若干だけど、もう一人いた、そこかな。で残りセンター行ったな。誰もあれ持ってないや、スピットファイア持ってないやここちょっと詰めてみましょうか。あ、下にいたのか。危ない危ない、勝ってった。よっこいしょ。登って。はい。もう一人センター。はい、オッケー。後ろ空いてんな。そこ来るね。スライディング打ち。よし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 。あれ、スピットファイヤーどこ行っちゃったかな。あ、待って。うわうわ、いたのか。まさかいたのか。ちょっとこれは予想外だったな、脇が。その左に流れた模様ですね。ナイス。味方のファイアブレイクが。なんてキルだ。いや、強いな、全然。やっぱり。近距離はね。距離離れるとどうしても厳しいけども。一人センターにいるんだよね。ここは無理せず。で、ショルダリング確認してみましょう。いますね。みんな見ててね。こういうことですよ。これが BO 法。ショルダリングして、ショルダリングして、あ、センターから入ってきたかな？で、多分、すぐ正面来そうだな。どう？いるね。めっちゃいる、めっちゃいる。その前にセンターが早いかな？味方のドローンがものすごいキルしてるな。さあ、敵は大回りで回ってきてるので、こっち確保しようか。で、とこれセンターですね、残り。角待ちしてたらいいキルができそうな気がする。お、いい反応だ、敵さん。ここスライディング打ち。で、奥は空いてるんで、こうヘルスト呼んじゃおうか。加速。はい、ダブル。いいね、いいね、いいね。今回はすごく流れがいいぞ。最近マジでね、フルボックされてたからね、僕。ほんと、前回の動画でも勝率3割ぐらいいったじゃないですか。ほんとだからね。冗談じゃなくて。それぐらいボコされていたんだが、今日は快調に勝てている。で、スレッシャーゲット。で、そうだな。角待ちしてグラビティかな、これは。一人か。思ったより来なかったな。でももう一人いるんで。これが、スピットファイヤーの力じゃ。なんだけど、弾が少なくて、あ、でも味方が奥で湧いてるからリスポーン取れたね、これ。で、そこにいる。なんかこの銃、なんだ？ストックついてる？これ。なんか僕のいつも使ってるやつよりなんか違和感を感じるマドックスですね。まだそこにね、スライディング打ち。オッケー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 。で、後ろ湧いた。はいはい、というわけで、お疲れ様でした。今日はだいぶスピーディーに行ったね、スピーディーに。まあ、接戦とかではないですが、まあ、たまにはね、いいんじゃないでしょうか。スピットファイアだいぶ使ってて面白かったので、また動画にするかもしれませんね。もうちょっとリコイル制御マスターできればいい感じにキルできそう。というわけで、今日もね、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひ、よろしくお願いします。あとね、ツイッターもやってるんでね、ぜひ、フォローお願いします。まあ、配信とか動画の事前のなんか告知みたいのは、ツイッターの方が一番早いかと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、バイバイ。はい、というわけで、最後にね、お知らせです。5月の11日19時からラッシュゲーミングのチャンネル方で、ちょっと謎研に挑戦っていう謎解き検定のコラボ配信をします。謎研ってあんまり僕の視聴者でやってる人いないかもしれないんですけど、まあね、メンバーと一緒に、チャンネルの方でね、やるので、ぜひね、まあ、お暇な方は見に来てくれると嬉しいです。というわけで、お疲れ様です。Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's
gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance all night.